でね、うちの子が言うにはさ、あの事件は学校で流行ってる学校裏サイトが絡んでるとかね。怖いわね。ああ、ちょっと前にニュースでも話題になったわね。ブログがいじめの温床になっているとか、出会い系の的にされてるとか。まだあるの？あれって。今でこそあまりニュースとかで表面化しないけど、まだまだ続いてるみたいよ。うちの子もやってるのかしらね。聞いてみようかしら。学校帰りの夕方、私はまた来てしまった。目の前に聖子の家のインターホンがある。もうここに来てから1時間以上、ずっと押そうかどうか迷い続けている、このままいても本当に不審者だ。昨日も一昨日も私はここで長い間立ち尽くして家に引き返していた。今日こそはと思いを固めてきたんだ。火を消して押そう。みんな飛び出しちゃダメだぞ。ゆうくんだ。聖子の弟の。よし、整列。ちゃんと靴履いて。ほら、帽子が曲がってる。いい子だな。よしよし。じゃあ、兄ちゃんと手つないでいくぞ。ちゃんと買い物に行けるかな、ケイ、アヤ。うん、はい、いい返事だ。私はとっさに物陰に隠れてしまった。ゆうくんやあの子たちは確かに聖子の兄弟たちだ。そう、私はあの子たちに会いたくて来たんだ。何を話せばいいのかわからない。でも聖子は確かにいたんだから。この携帯の写メを見せて、お姉ちゃんだよって聖子のこと聞こう。大丈夫、説明すれば大丈夫。わからないなんて言うわけがない。私は心を決めて潜んでいた物陰から出た。ねえ、声をかけた私の腕を後ろから誰かが掴んで引っ張った。誰？ダメよ、ダメ。委員長。気持ちわかるけど、ダメ。委員長、篠崎さんが首を横に振って私を制止する。みるみる自分の視界が滲んでいく。あの子たちに会ってどうするの？わかってるでしょ、結果は。だって、だって、私は涙が止まらなくなってその場にしゃがみ込んだ。委員長も目に涙を浮かべて私を見つめていた。私の気持ちを本当に理解して共有してくれるのは、天神症事件から生きて帰ってきたこの篠崎さんと、サトシと、岸沼と、ゆかちゃんだけ。天神症で命を落としてしまった友達、聖子や鈴本さん、森重、宍戸先生は、私たちの帰ってきたこの世界では、存在自体が抹消されてしまっていたんだ。
中島さん、聞いて。うなだれて、打ちひしがれて歩いていた私に、横を歩いていた委員長が、意を決したように切り出した。私ね、天神小学校を脱出してから、この半月の間、ずっと、あの学校を支配していた篠崎義江と、篠崎幸子を、二人の家、篠崎家についてを、図書館で調べていたの。あ。連続児童誘拐殺害事件の新聞記事には、ちょっとしか幸子のことは載っていないし、その前の保健医開始事件については、地域新聞以外には取り上げられてすらいないから、ちょっと大変だったんだけれどね。地面を見ながらポツポツと話す委員長の口調は、落ち着いた静かな決意のようなものが感じられた。霊やオカルトの話については、この子はちょっとした権威だ。私は、なんとなく頼もしいような思いで、彼女の話を聞いていた。旧天神小のあったこの経験の外れ、山あいの近くにね、あの、篠崎義江の家があるらしいの。家？幸子と義江の？そう。この県内よ。そんな近くに？ええ、天神小学校はもともと私たちの地元にあった学校なの。そこに勤めていた篠崎義江の家なんだから、それほど距離は離れていないわよ。ああ。奈穂さんのブログにも載っていたんだけれど、あの人が幸子さんの片代のオリジナルをサルベージしてきた現地なのね。何かあると思わない？そこには今でも篠崎家の呪いのオリジンが眠っているのよ。呪いを解明する何らかの手がかりがきっとあると思うの。私は思わず唾を飲み込んだ。住所も控えてきた。電車に乗れば1時間足らずで着けるわ。中島さん、調査に行かない？今から。篠崎の家。天神小学校では、命に関わる思いをした。その呪いの元凶に接近するんだ。危険な目に遭う可能性は、数倍高いはずだ。でも、行こう、委員長。時計は、午後の4時半を回っていた。寒くなり始めたこの時期だと、向こうについても、すぐに日が落ちそうだけれど、それでも、私は、きっと、委員長も、一刻も早く出かけたかった。何でもいい。現状を打開する、きっかけになるものが見つかるのなら、私たちは、すがるような思いで、電車に飛び乗って、県の端にある、その場所へと、向かうことにしたんだ。
篠原さん、森重くん、天神小学校で命を落とした人たちはみんな最初からいなかったかのように現世の人の記憶から消されている。だけどこれを見て、ナホの霊界情報局、あの霊能力者の子のブログだね。何か気づかない？あれ、ナホって人確か死。そう、ナホさんも天神小学校の中で命を落としたはず。どういうこと？理由はわからないわ。だけどこの通り全ての人が存在を消されるわけじゃないみたいなの。調べたけど、同じようにあの学校で亡くなっていた木引先生の存在もこの世にちゃんと残ってた。希望を捨てないでいいよ。岸駅です。着いたね。すごい、本当に地方って感じ。なんか空気が美味しい。よかったね、まだ日が明るいうちで。さ、暗くなる前になんとか現地に行きましょう。ええ。終点の駅で電車を降りると、そこは畑や民家が並ぶ少し寂れた雰囲気の静かな農村だった。山あいの土地を開発しているためか、道が緩やかに上り坂になっている。人があんまりいないね。できれば人に会って話を聞きたいんだけどな。この辺りでは篠崎家は結構大きな影響力のある家柄だったみたいなの。そうなんだ。委員長も篠崎さんだけど、遠い縁者だったりするのかな、やっぱ。どうだろう。篠崎姓は全国にいっぱいいるからね。ねえ、道はこっちで合ってるの？こっちだと思うんだけど、目的の住所、実は番地の詳細までは分かってないんだよね。あ、でも委員長の携帯なら、ほら、GPS だっけ？あれでざっくりと方向はわかるんじゃないの？それがね、ここ、なぜだか位置情報を取得できないの。おかしいなぁ。よくわからないけど。道は舗装はされているけど、ひびだらけで、細かな石や砂がいっぱい転がっているから、歩くたびにジャリジャリ言う。少しずつ空が暗くなってきているせいかな。見知らぬ土地をこうして女子二人で制服で歩いていると、なんとなく心もとなくなってきた。ねえ、やっぱり人に聞いた方がいいよね。あのお家訪ねてみない？委員長が前方にある一軒家を指さす。そうだね。暗くなってきてるし、急ごっか。すみません。すみません。留守かな？
他を当たろうか。びっくりした。なんだろう。怖いね。離れましょう。なんか嫌な感じだけど、でも場所聞かないことには始まらないからね。よし、あのお家に行ってみよう。委員長は付近にあった青い屋根の民家を指さした。すみません。すみません。はい。こんばんは。ちょっと道をお尋ねしたいのですが。玄関ドアのすりガラスを挟んで女性の姿が見える。知らない人間の私たちの声にためらったのか、女性は少し悩んでから。はい。こんばんは。突然ごめんなさい。私たち藤沢市から来ました。あるお宅を目指しているのですが、住所がわからなくて。あらあら、かわいいお客さん。もう暗くなるのに大変だね。よかった、優しそうな人だ。私は委員長と一緒にペコリと頭を下げておばさんと話をした。どこに行きたいんだって？この住所に行きたくて。でも番地の詳細がわからないんです。こちらのお宅なのですが。どれどれ。篠崎の家になんのよ。実は私たち調べ事をしていてね。あ、はい。学校のことで必要があって。おばさんは急に立ち上がり、強引に私たちの体を家の外に押し出した。おばさん、何？出て行きな！早く出て行きな！何なの？篠崎家の名前を出しただけで、あんなに？困ったね。辺りを見回すと、だんだん日が落ちてきている。まだ空は青いけど、街灯に明かりがつき始めていた。別の家探しましょう。篠崎家について教えてくれる人だってきっといるよ。そうだね。あっ！おばさん、まだ立ってる。扉の向こう。なんでまだ見てるの？行こう。なんか怖い。明るかったおばさんの表現に怖くなって、私たちは足早にそこを離れた。6時半か。それから結構な距離を歩いてきた。だんだん民家は減ってきて、辺りは田んぼや雑木林が多くなる。山に登りつつあるみたい。この先に進んでも家なんてあるのかどうか不安になる。あ、車だわ。危ないわよ、中島さん。うん。道路の端に寄り、後ろから来る車が通り過ぎるのを待とうとした。おお、どうした？おなごが二人でこんなところで危ねえでよ。通り過ぎずに私たちの横につけた軽トラックから優しそうなおじさんが顔を出す。私たち篠崎さんってお宅を探してるんです。篠崎？ああ、この辺で篠崎っつったらあそこだな。もっと山の中だ。この先ですか？うん。よかった、方向合ってたんだ。けど、ずいぶんまだ距離があるぜ。歩きだとまだ結構かかるぜ。何の用があるのかわからんが、乗っけてってやろうか。
委員長と顔を見合わせる。少し迷ったけど、もう時間も遅いし、これは渡りに船じゃないだろうか。私たちはお礼を言って乗せてもらうことにした。一応三人乗れる車だけど、狭くてすまねえな。いえ、助かります。歩いてじゃ夜になってたかもしれないね。まあ俺も今じゃ角崎の家の方まではなかなか山上がらねえからな。おめえたちあんなところに何しに行くんだ。なんと言ったらいいのか、少し調べたいことがあって。調べたいこと？あそこに昔住んでいた篠崎義恵さんというお医者さんについてです。あそこはまあ自宅兼診療所でもあったから、昔はよく村人が通ってたもんだったがな。今はもう誰も近づかんし、どうなっとるかわからんよ。ずいぶん山道を登ってきた。この辺りからは管理もあまりされていないのか、道が悪くなってくる。タイヤが段差を拾って、車がガタガタと揺れ始める。いた！大丈夫？平気。シートベルトしててよかった。すごい道ですね、おじさん。なんだかちょっと運転が怖い。横で委員長の頭がガクンガクン揺れてる。大丈夫かな。あのおじさん、ちょっとスピードが。破裂しそうな勢いで心臓が体の中で暴れている。今確かに人影が。私と委員長は真っ青になっておじさんの顔を見た。大丈夫？ヒートランは？人や動物を引いた時はもっとすげえ音がするだな。なんだかこの人もおかしい。さっきまでの優しい雰囲気がどこかに消えてしまった感じがする。今のトカゲは？わからん。ほれ、ここから先はもう車が入れんよ。あとは歩きだ。行くのか行かねえのか。ありがとう、おじさん。待っててやるけ。気が済んだら戻ってけ。こんなところに娘っ子二人ほったらかすわけにはいかねえしな。ありがとうございます。大丈夫？委員長。怖かった。なんかおかしな感じだったけど、でも待っててくれるってやっぱりいい人じゃないかな。そうだよね。すっかり日も傾いて夕暮れを過ぎていた。結構きつい傾斜になっているこの道の先に、篠崎義江の自宅兼診療所があるという。あ、高台が見えてきた。あの上かな。いよいよね。ここが？何もない。私たちがたどり着いたそこは篠崎家の跡地だった。建物は取り壊されて完全に更地になっていた。せっかくここまで来たのに。あ、でも委員長、あそこに納屋。本当だ。どう
じてこれだけ。ん？さら地の横には小さな納屋が残っていて、電灯のスイッチを入れるとまだ電気も通っていた。こんなことってある？うん、気持ち悪いね。私たちはせめてここに何かないかと納屋の中を調べてみた。鶏とか飼っていたのかな。灰だらけだね。何を燃やしていたんだろう。なんだろうね。見た感じただの灰だと思うけれど。段ボールに篠崎一って書いてあるね。ほんとだ。じゃあやっぱりここが元篠崎義江の家だったことは確かみたいだね。家のない人がここで暖を取っているのかもしれないね。風が避けられるだけでも全然違うものね。冷えてきたね。やっぱり日が落ちると。ええ。二人で数十分の間床の下や天井の木目まで調べてみたけれど、篠崎義江や幸子に関する資料は何もなさそうね。それにかなり暗くなってきたよ。おじさんも待たせてるし。せっかく来たのに心残りだったけれど、仕方なく今日は戻ることに決めた。納屋しか残ってないなんてね。うん。明日もっと早い時間にまた来ようよ。付近の人たちの話も聞いてみたいし。そうだね。暗いね。来た道こっちで合ってたっけ。さっきの車道に出なきゃね。多分合ってると思うけど、来た時まっすぐ歩いただけだったし。あ、見て院長。木々に囲まれた林の向こうに小さくトラックの車内灯が見えた。あれおじさんの車だよね。うん、きっと。よかった、迷わなくて。森で遭難とかしたら大変だからね。足を使って動いた今日は、不思議な充実感があった。家で何もできずに落ち込んでいるより、ずっといい。盲目的でも構わない。毎日少しでも前進していれば、必ず。希望と少し違っても、近いところへは、いけているはずだよね。聖子が教えてくれた言葉だ。お待たせしました、おじさん。あれ？え？あれ、おじさんは？待たせすぎちゃったかな。寒いし、ひょっとしたらあれかも。
ああ、そっか。まあエンジンかかってるし、すぐ戻ってきてくれるよね。待ってようか。なんかね、寒くて私もお腹冷えてきちゃったよ。中で待たせてもらわない？そうだね。開く？あれ？ダメだわ。ロックかかってる。しょうがないね。外で待てよ。寒い。何時かな今。8時17分。寒いわけだよ。おじさん帰ってこないね。どうしよっか。道も見えないほど真っ暗な初動は、歩いて下山するには距離がありすぎると思うけれど。歩いて降りられるかな。来るとき結構車に乗ったよ。うん。でもいつまでもここにいるわけにもいかないし。仕方ないね。おじさんには悪いけど、メモでも残して山を降りようか。うん。私手帳持ってるからこれで、俺と先に帰りますって。うん。このワイパーに挟んでおけば気づいてくれるかな。トラックを離れ、私たちは車道を歩いて山を降り始めた。街灯もない真っ暗な道はとても危険で、気を緩めると道路脇のガードレールのない部分から山の斜面に滑り落ちてしまいかねない。くねくねと曲がった道がずっと続くせいで、方向感覚もわからなくなり、同じ道をぐるぐる回っているかのような錯覚を起こす。委員長、大丈夫？やっぱりこれ、歩いて降りるの大変だね。ええ、どうしよう、戻る？おじさんの車のところまで？でももう30分くらい歩いてるし、戻ってもいなくなってたら？だね。このまま降りていくしかないか。ん？あれ、あそこに車の明かりが見えるよ。他にもここに来てる人がいたんだ。ラッキーだね。乗せてくれないかな。行ってみよう。嘘。これ、さっきのおじさんのトラックじゃない。そんな、どうして？一本道をまっすぐ降りてきただけなのに。これ、私のメモ。確かにおじさんのトラックだよ！やだ！まさに、狐につままれたようだった。私たちがここまで歩いてきた間に、別れ道の類はなかったはず。暗くなり、騒がしくなってきた虫の声すら、だんだん不気味に聞こえてくる。別の方法？なんかさ、おかしいよ、この山。携帯の電波も圏外だしね。もうスマホは。私の携帯もだよ。これじゃあ、外への連絡もできないね。中島さん、一度この坂の上の納屋に戻らない？あそこ電灯もついたし。納屋に？うん。歩いて降りられないなら朝までちゃんと休める場所にいた方がいいと思うの。ここよりは安全だと思うし。一晩過ごすのか。こんな真っ暗な山奥で朝までなんて、ゾッとするけれど、もう他の選択肢がない現状では
事前の策を取っていくしかないのは最もだとも思う。だけど安全って、この道路というかこの山全体だけどすごく嫌な感じがするの。得体の知れない気配というか、ちゃんと明かりのつく夜風も避けられる場所に身を寄せるべきだよ。得体の知れない気配？それは恐ろしいこと？よくわからないの。人のような、違うもののような、一つのような、たくさんのような。ただ言えるのは、じっと今も見られているってこと。わかった。じゃあ急ごう。納屋の方に行こう。八方塞がりになってしまった私たちは、仕方なく道路を後にして、舗装されていない道を登って、さっきの納屋を目指すことにした。ところが。ねえ、院長。こんなに離れていたっけ、納屋。おかしい。おかしいよ。いつの間にか道もなくなっちゃってる。こんなことって。待って、一人で行かないで。ごめん。ねえ、一旦戻りましょう。まっすぐ引き返すの。そうだね。ねえ、こっちで合ってる？そろそろ車道の方に出るはずじゃない？どこ、ここ。嘘でしょ？迷っちゃった？森の中で？え？気がつくと、私たちは、針葉樹林の立ち並ぶ、深く暗い森の中にいた。細くて背の高い木々が、影となって周りを取り囲んでいて、ほんの少し先も見渡せない。委員長、携帯のコンパスは？ダメ、これも GPS 使ってるもの。そうなの？なんで位置情報取れないの？もうこんな時こそ使いなさいよ。取れなかったけど、人の声っぽかった。何か木のきしみとかかもしれないけど。とにかく森を出なきゃ。こういう時どうすればいいのかな。闇雲に動いたら遭難する？そうね。山で迷子になったら、確か低い方に向かって歩いちゃダメって聞いたわ。知らなかった。そもそもこんな真っ暗な夜なら動かずに休んだ方がいいんだろうけど、テントもないし寒いしね。二人くっついてればなんとかなるかな。でもさ、まだ歩く元気あるし、もう少しだけ動いてみない？車道の近くに行けたら、おじさんの車の明かりが見えると思うんだ。そうね。あの木の感じ、さっきも見たような気がするんだけど、同じとこぐるぐる回ったりしてないよね。山の中の風景はどこも似たり寄ったりで、自分たちがちゃんと移動できているのかも不安になる。
何あっちなんか音がした。どこ、どの辺。やだもう。何今の。希望を求めて、気づけば私たちは2時間以上歩いていた。二人とも悪路で足も痛めつつあって、体力をかなり失ってしまった。もう動けない。委員長が枯葉のたまった地面に座り込んだその時、委員長、委員長見て、あそこ。うっそうと茂った針葉樹のシルエットの向こうに小さな光が見えた。助かった、はあ、ありがとう中島さん、見つけてくれて。うん、行こう。足首の痛みも忘れて、私たちは足早に光の方へと駆け出した。すると光の元はさっき目指していた納屋だった。中の裸電球の明かりがこうこうとついている。よかった、あ、納屋の光だったんだ。おじさんの車の車内灯かと思ったんだけれど。ええ、でもむしろこっちの方でよかったよね。目的の場所だし。でもさっき私たち電気つけっぱなしで帰っちゃったのかな。消したつもりだったけど自信なくなってきたよ。まあおかげで目印になってくれたし助かったけどね。木々の間の背の高い草むらをかき分けて納屋に近づく。私たちはいつの間にかさっきとは裏側の方の森の中に来ていたらしい。着いた。中に入ってよ。ふう、明かりがあるだけで本当に心強いね。時刻はもう夜の10時40分を過ぎていた。お母さんに心配かけちゃうなと家のことを思いながら納屋の入り口の扉に近づく。すると、はあ、私の横で委員長が奥の暗闇の方を見据えて震え始めた。どうしたの？中島さん、見て、納屋の隣。え？そこには想像を超えた光景が待ち構えていた。納屋の横の昼間更地になっていた篠崎家の跡地に古い屋敷がぼーっと浮かぶように立っていたのだ。私も委員長もありえない光景にただ呆然としていた。なんでさっき夕方なかったよね。なかったよ。なかったけど。じゃあ、なんで立ってるの？知らないわよ。全身鳥肌が立っているのがわかる。背骨の上を冷たい汗がずっと滑り流れていく。うっすら光ってない？この家、何なの？ボロボロに老朽化した2階建ての建物には
しかし確かに篠崎と表札がかかっていた。これはやっぱり篠崎義恵と幸子の暮らしていた家のようだ。過呼吸、大丈夫？委員長。心配する私を委員長が手で制す。平気、ありがとう。口を押さえていればすぐに収まるから。中島さん、これはチャンスだよね。え？私たちはこの篠崎家を調べるために来たんだもの。向こうが手招きしてくれている望むところじゃない。入るの？怖いけど逃げるわけにいかない。委員長は息をのみ屋敷を見上げる。やがて覚悟を決めた表情で躊躇なく玄関扉に手をかけた。委員長が力を込めると簡単に扉は開いた。行くわ。待ってよ。ダメだわ。篠崎家の真っ暗な家屋には電気は通じていなかった。納屋の方は明かりつくのにね。委員長が懐中電灯で玄関廊下の奥を照らす。すぐに右に折れるようになっていて先の方は見渡せなかった。懐中電灯でぐるりと辺りを見回すと玄関のすぐ近くに2階へ上がる階段があった。気をつけて。すごい、ここ。霊感体質の委員長は顔が真っ青で気分が悪そうだ。怯えるようなけれど立ち向かうような目で天井や壁を見回している。変人症より黒い。真っ黒だよ、ここの霊気。本当？気を抜かないでね、一瞬も。思えばこの家に踏み込んだ時非日常の世界に飛び込んだのだ。普通にこうして私の肉眼に映っているこの家の壁、床、天井、この建物の存在自体がもうありえない現象そのものだもの。ここでは何が起こっても不思議ではないんだ。分かってたつもりだったけど、私は改めて身震いした。なんだか、すごく深い感情の乱れが波となって、この家の空気に刻まれてる。何があったんだろう。この家が取り壊される前。この鏡、よくないわ。見ていたくない。どうして？鏡ってね、人がずっと凝視というか覗き見るものでしょ。住んでいた人の思念がそのまま焼き付いて固定されていることがよくあるのよ。確かに、なんだか誰かに見られている感じがするね。映っているのは私なのに。今鏡に私と中島さんが映っていなかった。代わりに幸子と篠原さんが見えたような。気のせいかな。
だけれど、どうしてこれ拭かなかったんだろう。幸子だけじゃない。ここ精神科の診療所をやっていたから、いろんな霊がたくさん集まってる。診療も行っていたんだわ。西村さん。あっ。はい。どうしました？
が腐ってて危ないよ。この階段気をつけて、周りに手をついて上がろう。不思議だわ。そもそもこの家って存在しないはずなのに、あるものすべて触れるし手にも取れる。家自体が霊っていうケースもあるとか何かで読んだことがあるけれど、お父さん、お母さん、お母さん。大丈夫、委員長。お父さん、お母さん、お母さん。
木でできたこの家の床を革靴で歩くような音。誰かが下の階にいる。私たちは顔を見合わせてゾッとする。足音はさらに階段を上がり始めた。上がってくる。隠れなきゃ。私たちは慌てて近くの部屋の中に身を隠した。少し開いた部屋の扉から階段を見張る。プレッシャーの連続に、私は癇癪を起こしてしまった。すると、委員長が、そっと私の手を握って。中島さん、しっかり、心を強く持って、天神症の経験を利用してやろう。弱った隙につけ込まれたら、簡単に克服しちゃう。わかってる。ありがとう。ここは？部屋の至る所に幸子の写真が貼ってあった。とても愛おしそうに。日常の幸せな瞬間を捉えた写真。そこには被写体の篠崎幸子に対する愛情あふれる母親の目線が切り取られていた。あ、何これ。たくさんの幸せそうな写真に混じって家族3人の写った写真だけは異様だった。よしえの多分夫であろう男性だけ顔をボールペンでぐしゃぐしゃと塗りつぶされている。これきっと幸子の父親だよね。どうしてこんな。部屋を見渡すとこの男性が写っている写真だけは全て同じことになっている。壁に0から9の数字を押し込む6畳のようなものが埋め込まれているのを見つけた。どれ？これ、なんか金庫っぽいよね。適当に押してみたけど反応がない。丸い錠の端には右回りの矢印が描かれていて、錠全体が少し回るようになっていた。回転させると押し込んだ数字がすべて戻りリセットされる。そして文字盤の周りには幸子の生前の写真がたくさん貼ってあるか。これ芳恵が設置したものだとしたら幸子に関係ある数字だとか。そっか、案外単純にそうなっているかも。人が利用するものだから忘れないようにそうしている可能性もあるしね。幸子に関係ある数字か。語呂合わせでいくつか試しに押し込んで回してみたけれど、ことごとくカチャンと軽い音がしリセットされる。幸子、天神症を生還した私たちが何か知っている情報はない？
高島さん。壁の錠のある部分が小さな隠し扉になっていて、錠自体がノブ代わりとなって手前に引くことができた。あ、しゃがまないと入れないくらいの隠し扉の奥には地下室に降りる階段があった。あ、雲の巣、ほこりもすごいよ。どれどれ、見せて。倉庫かしら。懐中電灯で地下の様子を照らしてみても、下の階は意外と深い位置にあってよく見えない。あるはずのない建物の、あるはずのない隠し通路か。危険度は最高レベルね。私たちこの世じゃない場所の入り口に立っている気がする。委員長がまっすぐに私の目を見つめる。怖いんだ。でも言いたいことは分かってる。たとえ恐ろしい運命が待っていたとしても、これは私たちが喉から手が出るほど欲しかった呪いの真相への入り口、新しい世界への扉。引き返したら一生後悔する。私たちは顔を見合わせて地下に降りる決心をする。おそらくこの先は奈穂さんも到達していない領域だわ。気をつけて中島さん。何が起こっても気を緩めちゃダメよ。さっきの足音、やっぱり何かが歩き回ってるんだ。2階に来てる。中島さん、地下に行こう。私たちは逃れるようにして隠し扉の奥へ入った。木でできた地下への階段はより一層老朽化が激しく、ミシミシパキリと折れそうな音を立てる。恐ろしいのをこらえてゆっくり一段ずつ降りていくと、やがてジメジメした地下室に着いた。大丈夫？足元にいろいろあるわ。気をつけて。うん。真っ暗でよくわからないけど、委員長の懐中電灯でチラチラと照らされる地下室の内部には、そこら中にガラクタや本が散乱していた。机の上には山ほどの本やルーズリーフ、紙の資料、科学実験室にあるようなビーカーや三角フラスコなど、まるで科学者が研究か実験でも行っていたかのような散らかり方だった。あれは何かのケース？院長が離れた机に置いてある古びた紙に近寄っていく。私も、中島さんにも明かりが必要ね。そこ、ノコギリの刃とか工具が机に置いてあって危ないよ。ごめんね。ちょっとそこで待ってて。能力者一族系譜の図？これは家系図ね。何？能力者って。篠崎、三船、島村、三田、長尾。え、この名前。そう、あながち嘘でもないのです。明治後期にたくさん生まれた念写、千里眼といった能力者たち。有名な千里眼事件の三船千鶴子や長尾育子、あの先人たちの能力の真偽はともかく、超能力が科学に負けたあの宣言から後も、能力者たちは野に伏せながら
自らの力を錬成し続けているのです。能力者、じゃあ吉江の家も超能力者の家系なの？ここは調べた通りだわ。男子に恵まれなかった篠崎家はその母方の家と血を継承していくために婿養子を取ってきた女系の家。このケースの中に吉江と幸子もいるはずだよね。あった。やっぱり吉江もその母親も竹から婿養子を入れて血をつないでいるのね。当主の名は聖夜。吉江の母親はラッキー、長女なんだ。兄弟に男子もいない。なるほど、当主直系のサラブレッドなのね。吉江は死を霊になったあれだけの力を持つのもわかる気がする。ラップがすごいな。そして婿養子に入った父親は例外なく急死している。まるでこの家が篠崎家以外の血を排除しようとしているかのようだわ。入り婿として迎えるにしたって結婚するからにはきっと愛情だってあるはずだから。息してないよ。あなた、あなた、やはりこれは行うべきではなかった。なんて強い霊障。篠崎かなえ、ひろひと、アヤト、これおばあちゃんとおじいちゃんとお父さん。そういえば入り婿だったおじいちゃんはお父さんが生まれてすぐに亡くなったって聞いていたけど、篠崎家当主の3人の娘、その三女から派生した枝葉にかなえおばあちゃんが。名前で嫌な直感はあったけど、私の家族が吉江や幸子たちの家系とつながっていたなんて。能力？能力って何？ねえ、何かあったの？暗くて怖いよ。ごめんね、すぐそっち行く。ちょっと危ないけど私のろうそくあげるよ。委員長が古びた紙を手に持って震えていた。どうしたんだろう。ブック・オブ・シャドウズ。委員長、大丈夫？院長が部屋の一角を凝視して固まる。目を丸くして異様な雰囲気。猫が部屋の一点を見つめて動かなくなるような。そこに何かいるの？音を聞いているの？心配というか怖くなって、私は委員長の体を掴んで揺さぶった。委員長、どうしたの？けれど彼女はすっと手で私を制し、ゆっくりと立ち上がって凝視した一角に向けて歩いていく。そこは一見して
周りと変化のないただの壁だった。前に立った委員長はしばらく凝視した後に急に壁を破壊し始めた。老朽化しているので壁の板は簡単に壊れていく。腐食した穴に指を入れて力を入れて引き剥がすと板はすぐに短く折れて床に散る。折れるとまたすぐに指を入れて板を剥がす。しばらくすると壁には大きな穴が開き、穴の向こうには隠れた空間があった。押し入れ程度の狭いスペース。そこには黒く分厚い本が置いてあり、どうしたの？この本、何？間違いないわ。ここに暗黒の書、ブックオブシャドウズ。お姉ちゃんに教えてもらったんだけど、血塗られた歴史の裏に隠された闇の書物よ。お姉ちゃんに教えてもらったんだけど、血塗られた歴史の裏に隠された闇の書物よ。魔女狩り？そう、犠牲者の数は4万人にも上ると見られる。集団妄想における迫害殺戮とも言われている。当時悪魔と契約したとして魔術を使った容疑をかけられた人はね、教会や民間による裁判にかけられて、ひどい拷問にかけられたり処刑されたりしたの。とても残酷な方法でね。自然災害や貧困にあえぐ市民たちの不平の吐け口として、権力者たちにもスケープゴートとして利用されたのね。主に生活の不安定な地域で苛烈に行われたこの悪習に、容疑をかけられて殺された犠牲者は、ほとんどの場合が意味のない言いがかりだったんだけれど、実は、その中には。実はその中には、実際に動的魔術を使いこなす能力者たちも本当にいたのです。能力者？動的ってことは、ほうきで飛んだりとかの魔法使い？嘘！にわかに信じがたいですね。でもね、あゆみちゃんには知っておいてほしいのです。科学的に説明がつかないパラノーマルの存在よ。お姉ちゃんの研究のこと知ってるから、自然の法則とか魔法の本質が祈りであるとか、そういう力のあることはなんとなく想像できるけど、それ以上はファンタジーだと思ってた。うん、私がウィッカの道を目指した時にお父様たちが猛反対された理由にも関わってくるのですが、まあそれは篠崎の家のルーツにも理由があって長くなるからこれはまたいつか話しますね。ん？うん。魔女というのはすなわち村の賢者でもあったから、書生にも長けていたのですね。彼女たちは迫害を逃れるため一切の力を隠して生きてきたので、実際の能力者の大半は処刑されずに生き延びたそうなのですが、その後魔女禁止令が廃止された後でも殺戮の強烈な記憶からむやみに力を使えない風潮は続いていたため、その力は使われないままに日に日に薄れていったのです。魔女たちは
長い年月の歴史で培った代々伝わる魔法の術がこのまま無意に失われてしまうことを恐れたのですね。力を後世に継ぐため、その秘術を事細かに記し始めたのです。その集大成がこのブックオブシャドウズ。何人もの能力者の手を渡り、海底に海底を重ねて死んだ万象を操る魔術の極意が収められているというウィッチクラフト英知の結集。怪奇神話に出てくるアルアジフという魔導書の存在はフィクションと言われてるけど、人づてに存在を伝えられてきたこの本は実際に存在するって研究者の間ではまことしやかに語られてきたものなの。白魔術、黒魔術とたくさんの秘術が記されていて、中には禁忌とされる邪術も含まれているんだって。邪術って危ないとか？うん。だから素人による悪用や事故を防ぐために門外不出の書として代々魔女の家系で守られてきたもの、はずなんだけど。なんでそれが今こんな日本の片隅に？わかんない。でも実際この半世紀ほどの間、本物を目にしたって証明する人がいなかったから、やっぱりその存在を疑わしいとされていたらしいんだけど。ちょっとそんなものを手に取って開いちゃって大丈夫なの？少しだけ。動物の皮を縫い合わせて作られたような厚い表紙のその本は、委員長の手に持った感じを見るとずっしりと重いもののようだった。彼女はペラペラとページをめくり始める。現実とオカルトが完全に入り混じり、私は目の前に起きている信じられない事象をただ眺めていることしかできなかった。本はやっぱり日本語ではなくフランス語で記されていて、ところどころ魔法っぽい象形文字みたいなものまで混じっていた。高校生の私も委員長にも読むことができないけれど、ところどころ日本語で注釈の書かれたページもあった。もしかしたら篠崎義江が書き加えたのかな。日本語注釈のあるページに出ているといいんだけど、確か呪術の中には。聞き迫る表情でページをめくっていく委員長。どうしたんだろう。おろおろするしかない自分がもどかしい。やがて足が疲れたのか、今度は床に座り込んでページをめくる。そしてある場所で彼女は手を止めた。あったわ。え？ランド・オブ・コープス、死者の国への扉を開く呪術。これが多分天神書を作り出す邪術のベースね。いっぱい付箋が貼ってある。いろいろメモしてあるね。でもなんでページ全体をバツしてあるの？わからない。失敗したのか、途中でおじけついたのか。あ、でもね、そんなのどうでもいいの。これよ、中島さん見て。ライズオブコープス、死者を蘇らせる呪術。これって嘘でしょ。死者をってそんなことできるわけがない。まだ常識にとらわれているの、中島さん。忘れたのかしら、私たち今どこにいるの。確かに怒っているすべてがすでに今朝までの現実のものではなくなっていた。だけどこういうのって大丈夫なの？倫理というか
超えちゃいけない一線というか。怖いの？え？あなたが怖いだけじゃない！相手のことを思いやってない！なすすべもなく、ゆい先生も、鈴本さんも、篠原さんも、森重くんも！あんなひどい形で命を落としてしまって！しかも、存在まで消されて！そんな現実、認めるの？私は絶対認めない！あなただってそうでしょ！私の目から涙が勝手に溢れてきた。会いたいよ。何だっていい。みんなが帰ってくるのなら、聖子ともう一度会えるなら。大丈夫だよ。大丈夫。もう何も怖いことなんてあるものですか。私たち変人症の地獄を越えてきたんだよ。あとは心に従おう。私たちにできることがあるならやるしかないわ。やりましょう。とは聞いているけど、日本語じゃない部分は読めないし、考えなくていいわ。それぐらいないよ。私平気。だけどこれで死んだみんなを生き返らせれば、存在は消されたこの世にも強引に戻すことができるんじゃない？じゃあ実行しよう。よし、まずは鈴本さんからでいいかな。蘇生に必要な写真も彼女のなら持ってるから。私分かった。まずは鈴本さんを蘇生させる。儀式に必要な素材、虫の抜け殻や生き物の体の部位などは全て地下室に瓶詰め保存されていて事足りた。ナイフでごぼう星を描いた床の模様の上に幸せの幸子さんでも使用した片白を3枚並べ、真ん中に蘇生したい人の名前とそれを挟んで術者の名前をそれぞれ書く。鈴本真由と。委員長の持ってきた鈴本さんの写真を片白の上に置き、自分の片白に息を3回吹きかけ、さらに自分の両手のひらをナイフで切ると溢れ出た血を素材にかける。よし、行くよ。我慢して。うん。そして本に書いてある通りに魔術の呪文を唱え始める。
カタカナでルビが振ってあったから助かった。アリア、テムリア、ガンダ、アトリオス、イヌムス、カリート、テムラ。テリア、マナヌスカペラ、ウイカウイカ、ルーカ、トピーカ、ガンダ。儀式を始めて数時間ほど経った頃、委員長は呪文を唱え終えた。開かれた本の中心に赤い文字のようなシミが浮かんだ。まるで血が飛び散ったような。これは…いけない、本が燃えちゃったら。慌てて暗黒の書を火から隔離する。鈴本さんの写真は燃え尽きてしまったけれど、彼女の片代には火がつかずに残っていた。何これ、成功なの？この声は鈴本さんだ。私たちは手を取り合った。声をかけようとした私を委員長が止める。何か、おかしい。何が？同じ場所をぐるぐる回ってる。開けっぱなしにしてきた回転場の隠し部屋の扉がきしんで開かれる音がした。足音がした。先ほどと違うのは、その音が階段を降りてきていることだ。未知のものへの恐怖か。私たちは体がすくんで動けなかった。上の階からゆっくりゆっくり何かが降りてきた。鈴本さんだった。だけど顔が真っ黒。目も鼻も口も何もない。苦しさから上げる苦悶のような絶叫。人の声とは思えないぐらいの強烈な叫び声。死の淵にいる魂の断末魔。邪術は失敗だった。
地下室の床に仰向けに倒れ込み、もがき苦しむ鈴本さんのようなものを目の当たりにして、私たちになすすべはなかった。もがき苦しむ彼女の体に突如文字のようなあざが浮かび上がる。突然鈴本さんの肩代に火がついた。その直後、そのあざの形に血しぶきが走り、腕と首と太ももがあざの部分で胴から分離して、鈴本さんのようなものはピクリとも動かなくなった。彼女の肩代も燃え尽きた。突然委員長が膝をついて倒れ込んだ。見るとさっきの鈴本さんと同じ場所、足と腕から血が流れている。あ、委員長！委員長のあざに丸ノコギリの歯が刺さってる。どうして？どこから飛んできたの？術者に返ってくる障害反動が大きいとは聞いているけど、この本日本語じゃない部分は読めないし、考えなくていいわ。それぐらい何よ、私平気。障害反動。必死に手で叩く。夢中だったから炎の熱さも感じなかった。消えて消えて消えてよ、消えてってば。いや、ダメだ、全然消えない。消えないよ院長、どうしよう。そんな嘘でしょ。何かないの？辺りを見回すと、近くのペンキ缶に水がたっぷり入っている。これ！考えるより前にそれを掴んで、火に向かって振りかけた。
皆において魔の信仰を退けたまえ。大意徳寿御悪運。院長が飛び込んできた女の人にしがみついて泣きじゃくってる。あの人がいつも話しているお姉さんなんだ。お姉ちゃん、やっぱり助けに来てくれた。どうしてここがわかったの？お姉